はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はお宝を隠したいと思います。結構簡単なところに隠すので、ぜひゲットしてお金稼いでくださいね。では、隠していきます。隠し場所はもう公開しますので、すぐゲットしてください。取りやすい場所、まあ誰でも取りやすい場所に設定します。で、隠すお宝は、もちろん、ロトの剣。高いよー、ロトの剣で。で、場所が、ここですね。ファスカル島の、駅を降りてすぐのところ。だね。ちょっと画面を変えますけども、ここですね。ここに隠しておりますので、ぜひ、取ってください。はい。そして、合言葉ですね。合言葉は、私の名前、なおちんでいきます。はい。決定です。では、お宝を隠します。お宝を隠すのに成功しました。これ、俺が設定を変えるまでずっと、そこにあるのかな？もしくは、設定を変えた後も、ずっとその場に残るのかな？ちょっとわかりませんけども、まあ、とりあえず、ロトの剣、あそこに隠しております。レプリカになるんだよね、確かね。で、レプリカを売ると、結構なお金になるっていう話なので、ぜひ、ゲットして、で、お金を集めてください。まあ、今回お金は、貯めやすいには貯めやすいんだけども、序盤でね、お金がたくさんあると楽なんだよね。強い弾とかをゲットできるので、まあ、ぜひゲットしてみてください。それでは、頑張って見つけてくださいね。ご視聴ありがとうございました。